浜家の本家の浜洋先生です。ですね、こういうのはね、みんなやってんだけど、面白くないことなんですね。例えば六本木ヒルズにね、8つ高級マンションを持ってるって、その貸しをするときにね、私んとこだと全部空きなんですね。で、私が貸すときはね。ということで、世間と力関係があってね、気に入らないとか、力勝ちしてなければ、お客さんは一人も入らないんですよ。で、一番いいマンションでね、そんな高価な貸付金やんないで、普通にね、の金額で、貸してもね、そうなんですね。YouTube のアクセスと同じですね。私のこれと同じでね。で、そのね、やり取りの力関係というのをやってないと、やってない人は入るわけですね。言うなれば、シードとかね、周りがそう、六本木シューズの高級マンションを手に入れるときには、このシードで入れてるわけですね。だから、周りの言うことに従ってて、ね、シードで金持ちになってるということで全部言ってるんで、で、そういうのしか人間にいないんですよ、金持ちにね。シードしかいないんですよ。だから自分で稼いだ人いないんですよ。だから周りに稼いでもらって運営してるわけですね、全部。だから、マンションの、ね、高級マンションを貸し付けてもすぐお客さんが入るんです。これは周りとして一緒にね、貢献してね、やってきてるんですね。だからシードで、その人が億万長者 じゃなくて六本木ヒルズの高級マンションをね、やつ持ってたって、そのシードでなってるんで、お客さんが入ると。まあ、たまにはありますけどね、外れるときはね、1件ぐらいはね。だけども、そういうふうに力関係、やってない人は必ず力関係があって、私んところの六本木ヒルズの高級マンションが8つともね、空き家だと。値段高くしてない、周りと同じ価格でありながら、ということで来るんです。何でも必ずそうなんですね。じゃあ今度、私の物件でね、ちょっとこういうふうなことでいい物件あるけども、今、みんながよく売れてるから、同じ値段で買ってくれるかっていうと、私の場合だけは嫌だよと言ってくるわけですね。というのは、周りが持ってるその億万長者の物件っていうのをね、シードで手に入れて、シードで生きてるわけです。皆の、周りでね。本当の億万長者ではないんです。選ばれた、言うなれば宝くじみたいに与えたもんですね、世間が。で、私の場合は違うんで、じゃあ六本木ヒルズを今度、じゃあ、のマンション一つ持ってたら、売却しようかと、ね。で、いい値段である時に、ね、売っても、私だけ買わないんですね。で、それと人間たちとの戦いですね。で、ね、力関係で戦わないと売れないわけですね。こうなるとこうなると損しますよとかいうような、いろんな周りの外交のね、取引をちゃんとやってると、力関係をやってるということですね。で、通常の人間たちは誰一人それはできないんですね、力なくて。で、知能がないから、人間でいうノーベル賞を取ってたり、博士号を取ってたり、一般的に優秀な人、ね、あんまり博士とか言うのは嫌だけども、嫌なんでね、あんまり機械的でね。で、そんな優秀な人でも、私の1万分の1、あ、い、1万、1000分の1の学力なんですよ。で、人間はそういう、そんなにできてもそれだけなんですね。1000分の1も学力低いんですよ、総合的にね。だから、人間たちには、シード以外は億万長者になれないんですね。だから FX で投資がうまくても、保安力99%私仕事があるんだけど、それは世間にやってもらってるわけですね。で、1%の仕事で100%取ってるわけです。
ね。だから YouTube でも話したり聞いたりできないから、ね。で、めちゃめちゃ話ばっかりしてるんですけど、内容をね、聞いてね。そう思えないっていうのは、バックのね、宇宙生物とかバクテリアとか、無数の生物がね、調整して、同じようにノウハウは合わせてるんですよ。で、いいような感じに持ってってあげてるんですね。だから YouTube で一番稼いでる人をしゃべるのうまいような感じでいるんですけども、実は私と違うんですね。単独で考えてしゃべってない、このようにね、バックでお膳立てがいるんですね。同じようなバクテリア、とかね、地球人とかね、宇宙生物がね、みっともないからということで、YouTube 話してて100倍の仕事を宇宙生物がお膳立てしてるんです。だから実際働いてるのは100分の1でね、100分の1000分の1では1000分の1でね、の仕事で1000倍の収入を得てるんですね。だから YouTuber で年収2億円でも20万なんです、実際の稼ぎは。これバックの宇宙生物が仕事やってあげてる。話してもこの頭のノウハウとか考えを、ね、宇宙生物がちょっとひどいとこれ調整して直して飛ばしてるんです、バックの生物が。だから本人はめちゃめちゃ話しててもある程度宇宙生物が補正するんで、ね、仲間がいるんで話せてるわけです。そういうようなね、 YouTuber の仕組みですね。話とか芸能人もそうですね、そういうの多いですね。宇宙生物が、同じような宇宙生物が手助けしてる。だからシードなんです。YouTube なんかの収入もね、たくさん稼いでる人ね。ね。ということでね、私の場合はシード、自分でだけで頭だけで喋ってるんだね。バックもないんだけど、一人でやるから疲れることは疲れる。